はい、こんにちはです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今来ているイベントガチャの終了日が、まあ、明日のですね3月21日の14時59分というところで、まあ、ついにですね2023シリーズ2最後の更新日となる、まあ、明日のですね、まあ、イベントガチャ更新予想をやっていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね明日の更新楽しみな方はこの動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、ワクサだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていこうかなと思います。で、現状確定している情報はまだ特番前というところでありませんので、まずガチャ予想からやっていこうかなと思います。まずはじめにこちらがですね、昨年のこの時期のガチャスケジュールとなっております。3月1日から2006年日本代表セレクション、さらにバリュースカウト、OB 第5弾の狙い撃ちスカウト。で、3月8日から2009年日本代表セレクション、さらにレア隊のピックアップスカウト。で、3月15日から OB 第6弾、さらにサイリン OB セレクション。で、3月22日から2023サムライジャパンセレクションとなっておりました。で、続いてこちらが今年の直近のガチャスケジュールになっているんですが、2月29日から2013年の日本代表セレクション、さらにサイリンのワールドスターセレクション。で、3月7日から OB 第6弾。で、3月11日から A ランク以上確定スカウト、さらに自チーム確定スカウト。で、一番直近3月14日から2017の日本代表セレクション、さらにサイリン OB セレクションとなっておりました。で、まあこの2つのガチャスケジュール照らし合わせてみるとわかるところなんですが、まあ今年もですね、まあ昨年と似たようなガチャスケジュール感でガチャが登場しているというところで、まあそういったことを踏まえた明日のガチャ予想、本命予想がアジアチャンピオンシップセレクションのサムライセレクション、さらにリア隊のピックアップスカウト。で、対抗予想で S ランク限界突破コース付きガチャの、まあ、登場もあるんじゃないかなと思ってます。まず本命のアジちゃんのサムライジャパンセレクションについてなんですが、まあ、昨年はですね2006、2009年のサムライジャパンセレクションが来た後に2023その時のまあ現役のですねサムライジャパンセレクションが登場しておりました。で、まあ今年もですね2013、2017のまあ日本代表セレクションが登場していたというところで、まあ、昨年同様にですね、まあ、今年のサムライジャパンの選手が登場する、まあ、ガチャが開催されてもおかしくないのかなと思っております。で、まあ、もしですねアジちゃんサムライジャパンセレクションが開催された場合の、まあ、ガチャ形式といたしましては、まあ、このですね30連目、60連目、90連目がそのセレクションの S ラン確定の、まあ、このですね、まあ、自チーム確定などはないガチャ形式で開催されるとは思うんですが、まあ、その救済措置として、まあ、2013、2017 WBC セレと同様に、まあ、セレクトミキサーも同時に開催される可能性が高いのかなと思っております。で、こちらがですねアジアチャンピオンシップセレクションが開催された場合の、まあ、登場対象選手の一覧となっております。はい、アジちゃんのですね登場対象選手は24選手いるというところで、まあ、昨年の侍ジャパンセレのように、まあ、1段2段がまあ同時に登場するか、まあ、この24選手の中から、まあ、12選手がピックアップされて、まあ、登場するかの2択になってくるのかなと思ってます。で、続いてですねアジちゃん侍セレが開催された場合の、まあ、目玉選手紹介していこうかなと思います。まず1選手目が阪神の佐藤輝明選手ですね。まあ、おそらくアジちゃんセレが開催された場合は最大スプリッツが4500で、さらに能力も全てプラス1された能力で登場する可能性が高いのかなと思っております。まあ、なので佐藤輝明選手が登場した場合は、まあ、ミートから68、81、75、まあ、こちらの能力で登場する可能性が高いかなと思っております。で、続いて目玉選手2選手目が広島の坂倉選手ですね。坂倉選手はおそらくこのですねアニバーサリーと同じ能力で登場してくるのかなと思っております。やはり坂倉選手は弾道ラインドライブでミパ AA 可能で、さらにですね、まあ、特殊能力に広角打法回を持っているというところで、まあ、アジちゃん侍セレで登場した際は、まあ、リア隊的にはまあ一番目玉選手になってくるのかなと思ってます。で、続いてが DeNA の牧選手です。マキ選手はですね、まあ、スピリッツ能力ともにこのですねベスト9のタイトルホルダーと同じ能力で登場してくるかなと思っております。まあ、なので、まあ、もしですねアジチャンセレでマキ選手が登場した際は、まあ、リーグでもかなり使いやすいですし、でリア隊的にも、まあ、超広角パワーヒッターで強い選手になっておりますので、まあ、このマキ選手もですね、まあ、登場した際はかなり目玉選手に上がってくるかなと思ってます。で、最後の目玉選手がヤクルトの田口選手ですね。田口選手登場時能力としては、まあ、おそらく能力プラス1、9から80、76、74、まあ、こちらの能力で登場してくるかなと思っております。で、田口選手はですね、まあ、惜しくも球威制球 AA などは狙えないんですが、まあ、持っている球種がですね、ツーシームスプリット。で、さらにですね、まあ、特殊能力に超タイピンチ20丸を持っているというところで、まあ、かなりですね、リア対的には使いやすい選手になっておりますので、まあ、アジちゃんのピッチャーの対象選手の中では、この田口選手がですね、一番目玉選手に上がってくるかなと思ってます。で、ガチャ予想でもう一つ本命に挙げたリア対のピックアップスカウトについてなんですが、このリア対のですね、ピックアップスカウトに関しては、まあ、毎年ですね、このグランドオープン直前によく登場しているというところで、まあ、リア対ピックアップスカウトも明日の
更新で登場してくる可能性かなり高いんじゃないかなと思ってます。でガチ予想で対抗に挙げた S ランク限界突破コーチ付きスカウトについてなんですが、まあ、こちらのガチャはですね基本的に2ヶ月から3ヶ月に一遍来るようなガチャにはなっているんですが、まあ、前回開催がですね11月24日というところで、まあ、かなり開催期間が空いているというところがありますので、まあ、明日の更新でもしかしたら S ランク限界突破コーチ付きガチャが登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思っております。ということでガチ予想については以上になりますので、続いてイベント予想をやっていこうかなと思います。まずそもそも何日間開催のイベントが開催されるのかというところなんですが、まあ、こちらはおそらくですね、まあ、今年の場合3月26日に、まあ、2024グランドオープン2024シリーズに、まあ、グランドオープンされるかと思いますので、まあ、イベントとしてはですね3月21日から3月26日の5日間イベントが登場してくる可能性が高いかなと思っております。でこちらがですね、まあ、5日間で開催する可能性のある、まあ、イベントのスケジュールとなっております。10月25日からドリームキャラバン、10月25日からホームランダービーライバルズ、10月13日からルーレットヒッター、9月6日からプロスピラビリンス、6月20日からプロスピトレジャー、4月21日からプロスピフェスタとなっておりました。で基本的にですねこのプロスペースは前回開催から開催感が空いているイベントが、まあ、優先的に登場しやすいというところで、まあ、そういったことを踏まえた明日のイベント予想、本命予想がホームランダービーライバルズで、太鼓予想でプロスピラビリンスと挙げさせていただきました。はい、まあ、正直ですね、まあ、最近全然育成系のイベントが来ていないというところで、まあ、個人的にはプロスピトレジャーだったりプロスピフェスタが来てほしいなとは思ってるんですが、まあ、今週末にスタミナ2分の1が開催される可能性もあるというところで、まあ、スタミナ2分の1が登場した場合はこのフェスタやトレジャーの開催っていうのは少し考えにくいのかなというところで、まあ、今回は予想から省かさせていただきました。で今ですね、まあ、軽く消費スタミナ2分の1キャンペーンについて触れましたので、まあ、今週末に消費スタミナ2分の1キャンペーンが開催されるのかというところをちょっと話していこうかなと思います。でまずですねこちらが直近2年間の消費スタミナ2分の1キャンペーンの開催スケジュールとなっております。でまあこちらを見ていただければわかるかと思うんですが、まあ、直近2年間はですね、まあ、3月の末このグランドオープン直前に、まあ、スタミナ2分の1キャンペーンが開催されていたというところで、まあ、今週末にですね、まあ、スタミナ2分の1キャンペーンが、まあ、開催される可能性高いんじゃないかなと個人的には思っています。で、まあ、もしですね、まあ、スタミナ2分の1キャンペーンが開催される場合は、まあ、今日の夜にある、まあ、グランドオープン特番で、まあ、何かしらの発表があるんじゃないかなと思ってますので、まあ、スタミナ2分の1キャンペーンも期待して、まあ、今日の夜の特番は見ようかなと思ってます。ということで明日のイベントガチャ更新予想については以上になりますので、最後に予想を簡潔にまとめますと、まずガチャ予想といたしましては、本命がアジちゃんの侍ジャパンセレクションプラスリアタイのピックアップスカウトで、太鼓予想で S ランク限界突破コーチ付きスカウトも、まあ、登場する可能性はあるかなと思ってます。で続いてイベント予想といたしましては、本命がホームランダービーライバルズで、太鼓予想でプロスピラビリンスと挙げさせていただきました。ということで明日のイベントガチャ更新予想は以上にしたいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、明日のイベントガチャ更新予想やっていきました。まあ明日がですね、まあついに2023シリーズ2最後の更新日というところで、まあ明日の更新では、まあ今年の侍ジャパンセレクションが、まあ開催される可能性高いんじゃないかなと個人的には思ってますので、まあ2023シリーズ2最後の更新もちょっと楽しみに待ちたいかなと思っております。でぜひですねコメントの方で皆さんの明日の更新予想なども教えていただければなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったわけさとと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。